はい、どうも原さんです。ということで今日はあの方と久々に食事するということで、まあ仲悪くなったわけじゃないんで撮ってみようかなっていうので、別になんか敬遠してたわけじゃないですけど、なんかやっぱ無意識になんかその声かけづらいというか、そういう機会もないんで、はい、わざわざ今日はまあ動画がてらちょっとね、いろいろ話しようかなっていう、はい、大人の動画でございます。はい、ということで、レイナさんです。こんにちは、丸の内オイルリーナです。お久しぶりでございます。あれ、どれぶりぐらいだ。5年ぶりぐらい5年ぶりって、いや、まあ感覚的にはそんな感じだけど、とりあえず乾杯。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。とりあえず焼肉食べながらから、俺も緊張するから。おー、いっぱい食べちゃおうかな。おごり？いや、おりません。ありがとうございます。あ、じゃあ肉寿司4貫ネギタンで。ネギタン、はい、あとナムルの盛り合わせ、まずは食べてから緊張ほぐしたいと思います。はい、出会い系やってるみたいな。なんか緊張する。出会い系の角度だもんな、これ。マッチングアプリの PR みたいな。えい、このまま食っちゃって。いいよ。うん、うん、黒毛和牛の握りからのこれ、このトングすごいな。前のお客さんギャルだったでしょ、これ。腹減っては戦はできないということで、やばい。ホタテユッケ卵、うわ、もはやジャムみたいになってる。うわ、すごいな。これ崩していいのかな、こんなに。うん、うまっ。うますぎじゃね。いや、めっちゃ美味しい。やめろ。マジかよ。これ、こうなってんだ。で、挟みやすいね、こうね。そう、すげえ、食用植物みたいな動きするの。あんまり、この器、どこに売ってんのこれ。花札が皿になったみたいになってるね、決めちゃって。もうこれ食べたらキスできないけど、ごめんね。いや、全然大丈夫です。すいませんね。いや、はい、はい、大丈夫です。すいませんね、俺これ食べちゃうから。いいよ。うん、期待させちゃったと思ったら申し訳ないから言っとくけど、食べちゃうから俺。全然大丈夫だよ。はい、ニンニクはね。うわ、ほぼじゃがいもなこれ。はい、ということでご飯も食べて、はい、ちょっと動画で言えないことをね、いろいろ話しまして、落ち着いたんで、じゃあまあ6年ぐらい付き合ってたということで、はい、付き合ってました。その間に浮気はしてたか。え、これどっちも言うでしょ。どっちも、うん、そうそうそう。でしょ。うん、で今だから、え、これガチで言う。ガチで言う。うん、ガチ、本当にガチで言う。いや、俺ガチで言う。じゃあ、ガチで言うんだよね。うん、ガチで言う。もう時効だから全然。オッケー、6年うん。え、ちょっと本当に言うんだよね。うん、本当に。じゃあ言ったら本当に言うだから。浮気って何。まあ、体の関係だよね、まあ、ざっくり言うと。あ、体の関係あります。おぉ、おぉ、おぉ。え、でも恋愛は一切してないよ。うん。え、それ何人ぐらい。最初の方、うん、むしろ。じゃあ、1、2年ぐらい。とか、1年、なんかさ、むちゃ喧嘩してた時とか。最初の方、むちゃ喧嘩してた。あー、まあ確かに喧嘩してたね。浅草の時とか。とか。あー。お風呂の、うん、家でのラブホの領収書を見つけた時とか。あ、そっから。いや、そっからっていうわけじゃない。その前ぐらい。うん、でも単発は本当に1回とか。ああ、そうなんだ。いや、じゃあ俺、うん、一緒になりましたよ。え、でしょ。うん、全然もう知ってたもん、これ。うん、あ、周りから聞いてた。でも聞いてた。聞いてた。え、全然それを付き合った時に言われても、うん、え、全然許せる俺は。好きになられたら困る。そうそうそう、だから俺は恋愛感情は一切なかったから。本当に全く一緒ですよ、うん、ちゃんとルール決めたから。
12時ぐらいには帰る。そうだね。だって俺朝になったことほぼないでしょ、6年の中で。いやさ、これ言ってもいい、うん、いやいや、そのなんかさ、うん、その浅草の時にさ、うん、ラブホの領収書見つけてさ、うん、いや今すぐ帰ってこいみたいな若い時あったじゃん、うん、でさ、俺絶対やってなくてずっと二人で喋って朝までいたんだみたいな言ったっけ俺そんなわけねえだろと思って。やっぱルールがあったから、ね、ちゃんと恋愛感情にならない、うん、そしてその女性に言ってた、ちゃんと、うん、いや付き合ってて、うん、でその帰らなきゃいけないっていう、うんうん、で LINE は即返しするっていう、あ、絶対そうね、うん、だからなんか私もそういうことが聞いてても、うん、やってくれてることが 多すぎたから、うん、あの大事にされてるって分かるし、でもプロタンって有名だしかっこいいから予約されてんじゃないのっていろんな人に言われてたんだけど、でももしかしてしてるかもしれないけど、そんな風に自分には見せてこないからきっとあの好きでいてくれてると思うっていうのは言ってた。だからちめっちゃ伝わってる。なるほどね。やっぱり女性にはバレるということで、どんだけ全力で隠したとしても、まあね、うん、でも今考えると可愛いなと思っちゃうんですよね。お互い良かったということで、じゃあもしちょっと付き合ったとしても別れはしなかったということですね。喧嘩はするけど別れることはない、うん、全く分からなかったっていう、その、うん、見えたりするもの以外は分からなかった、うん、そうだからまあこれ全部言ったところでクズ発言になっちゃうけど、うん、それが俺は最初で誠意だと思ったから、うん、好きっていう、あ、そう、それすごい伝わってたから、うん、むしろそこが好きだった。でも全力で隠してた俺は、うん、だってもう今だから言えるけど12時15分ぐらいでそういう関係になってホテル行くってなった時に、でもこれ絶対帰んなきゃ怪しまれると思ったから、もうそこで断ったもん俺。おー、うん、断って帰ったもん。今好きな人はいるか？今はいないです。あ、いない。今まで動画ばっかり気にしてやってきたから、今日ぐらいは動画じゃないやつにしようよ、なんか動画の意識じゃないやつ。あ、でもこれは恋かっていうのはあった。ああ、うん、聞きました。で10年ぶりぐらいに、ね、でレイナさんと付き合った時は正直恋じゃなかったもん。そうだね、わ、うん、かる。で一緒にいすぎて、うわもう心地いいなってなったから、うん、もう自然と付き合ってたって感じで、うん、まあ、だからこそ長くいたのかもしれないけど、なんか高め合いだって。そう、高め合いの中の魅力とかがさ出たからさ、リスペクトで。お互いの活動活躍をどう思ってるか。いろんな人にこれから先出会っても、うん、プロが一番面白いと思っていて、ほんま動画抜きでも、うん、なんか考え方とか好きで、自分に自信あるとこも結構さ本当にすごいなって思ったら、うん、いや俺も同じですよ。付き合った時はその活動が俺は魅力的だったかな、うん、これ自分のさ、これそのみたいなさピンク系のやつをいろんな男性が買うわけじゃん。そうだね。それに俺すげえ魅力を感じた。それで何億も稼いでる女性っていないじゃんこの世に、うん、それが唯一無二だと思ったから、うん、それを彼氏にできてる自分も好きだったし、うん、それやってるレイナさんも好きだったかな、うん、だからもうその活動はね一生俺は続けてほしいなと思う。おばあちゃんとかになってさ、うん、もうできねえとか言ってそれマニアックなやつを買うっていうさ、もう生理がつきませんとか言って超マニアックなやつやな。今は世の中の人がよりそのサービスとか、うん、ピンクなことに対しての欲求っていうのをもっとハードルを下げて、うん、風俗ってさ、うん、ちょっとなんか暗めに思われがち。ああ確かにね。男性が女性にサービスを受けるのって、うん、別に需要と供給がすごくあるんですよ、うん、風俗っていうワードをもう変えようと思って、女の子姫として扱って姫を愛すことで姫ラブっていう風なワードにしようと思って。ああそういうことなんだ。そうイメージを、そういうイメージね、変えていきたいなと思って今動いてます。そういう動いてると、はい、お願いします。素晴らしい。ほらこの別れてからエッチはしたか？してない。はい、これはしてません、うん、で次はどういう人がいいか。いや俺やっぱ変わってる人がいいな。あといっぱいデート行ってくれる。すいません。デート行かなさすぎてすいませんでした。イタリアン食べれる人とか。すいません、イタリアン何も食えずで。ってな感じでね。はい、まあいろいろ話したということで、まあ良かったですよ。いや楽しかった。うん、まあ別に仲悪くなってたわけじゃないけどさ、なんか変にそのほらコメント欄とかでもさ、うん、仲悪いみたいな風潮させるじゃん。コメントって。いやそれがまあ醍醐味なんだけど、YouTube の。まあ今後も、まあ、機会があれば、まあでもどういう動画撮れるんだろうね。わかんない、なんかもうさ、だって前みたいなさ、うん、彼氏彼女もね、同棲もしてないからさ、
もう作らない。特にレイヤーさん作ってたからね。まあキャラだったから。もっと怖いしね。いやもっと超怖いからマジで。本当やめた方がいいよ、私は。エッチ週に2回しなきゃいけない義務とか設けられてさ、俺マジでノイローゼになりかけて、ちょっと今日あったらこれやろっつってこの三脚をぶん投げられて。ねそれはそんなやったっけ。やったよ、パソコンでぶん投げられたもん。やれよこの野郎っつって、言えるだけでいいから。いやそれ本当に言われて、そんなルールではないよ。いやそうだって。一回覚えてるのが、黒が、あまりの減量中かわかんないけど、朝すごい自分が不機嫌で、サバ缶食べてたの、ですっごい臭いの部屋中、でもなんかこんな臭い食べ物食うやつ出ていけと思って、めちゃめちゃ言ってそれきりさんだ。そういう会話でございました。いや、ありがとうございました。はい、まあ、おごりなんで来ました。おごりながら来たのか。はい、よかった、ありがとうございます。よかった、もちろん高評価で。はい、また、バイバイ。下に浮かぶ目の感じで。はい。